じゃあ録画。ナナセイです。どうも阿部です。今日はなんとゲストを呼びしております。ナナさんです。私のこと知ってるよね。インドにゲームやるんだったら私のこと知ってるよね。もちろんですよ。もちろんですけど。私はまあヒンディー語インド系 YouTuber ということで、私も YouTube チャンネルがあってヒンディー語を教えたりしている人です。はい。はい、ご紹介マヨです。よろしくお願いします。はい、ありがたいですね。日本に帰ってきてご連絡をご開拓いただいて。もちろんです。今日はですね、せっかくマヤさんに出ていただいているので、ちょっとインドで使えそうなヒンディー語をちょっと学んでいきたいかなと思います。はい。今日はですね、ヒンディー語フレーズを3つお届けしたいと思います。はい、まあ、皆さんがね、よく使うであろう、買い物でよく使うフレーズ3つをね、教えたいと思いますので、頑張って頭を柔軟にね、覚えていっていただきたいと思います。はい。では、早速いきますか。はい。ドロン。はい、まず一つ目は何でしょう。はい、じゃじゃん。じゃじゃん。これいくらですかというフレーズを紹介します。まあね、インドで札ついてないことが多いのでよく使うかなと思いますが、うん、これをね、英語で言うのとヒンディー語で言うのではですね、返ってくる値段の高さがね、違うこともありますので、ぜひヒンディー語で言ってちょっとローカル感を出して、まあ、ぜひ安めのね、まあ現地の価格に近いものを引き出せたらいいかなという思いも込めて。これを紹介します。イエキットネーカーヘ、では言ってみてください。イエキットネーカーヘ、はい、そうですね。イエがこれという意味です。キットネーというのはですね、まあ、ハウマッチですね。で、カーというのがの、何々のですね。まあ、ヘがね、ですなので、イエ、これはキットネーカー、ハウマッチのヘですかという意味で、これはいくらですかという意味になります。ではもう一度リピートアフターミーでお願いします。はい。イエキットネーカーヘ。イエキットネーカーヘ。はい、皆さんもじゃあリピートアフターミーですよ。はい。イエキットネーカーヘ。あ、もう完璧、もう完璧、決めてください。はい、ということで1個目、あとでね、はい、復習するんでぜひ、覚えておいてくださいよ。では次いきましょう。レディゴー。じゃあ録画。じゃあ2つ目、じゃじゃん。高いです。まあもちろんね、日本人ということでちょっとね、高めの値段を言われたりするので、それを値切るときに使います。まあいろんな言い方があるので、できるだけシンプルなものを持ってきました。では読みます。ズヤダメヘンガヘ。ズヤダメヘンガヘ。ズヤダメヘンガヘ。はい、そうです。ズヤダメヘンガヘ。ズヤダ、これはですね、必要以上にみたいな意味があります。で、メヘンガーヘ、メヘンガーというのが高いという形容詞です。で、最後ヘ、これは、ですに当たるものですね。なので、とても高いです。ズヤダメヘンガーヘとなります。ここですね、ズヤダの代わりにバホットっていうのを使ってもいいです。バホット知ってますか？バホタッチャーって聞いたことありますね。バホタッチャー、ホタッチャー、ベリーグッドって意味なんですけど、まあ、バホットはとてもっていうね、意味なんですね。なので、バホット、メヘンガーヘって言っても大丈夫です。ではリピートアフターミー。パソコンの前の皆さんいきますよ。リピートアフターミーです。ズヤダメヘンガーヘ。声がちっちゃい。はい、では気を取り直して、いいですかね皆さん。ズヤダメヘンガーヘ、これも覚えてくださいね。はい、では続いて3つ目。じゃあ録画。じゃじゃーん。これください。まあね、最終的に買うことにしたらこれを言います。では読みます。イエ DGA。 イエ DGA。 イエ DGA。 はい、イエ、これさっき出てきましたね。これという意味の単語です。で、 DGA、 これはくださいですね。まあ、渡す、あげる、ギブの命令形になってます。で、イエ DGA、 これくださいですね。もしですね、例えば水っていう単語、
ヒンディー語わかりますか？パーニーですか？パーニーを来てますね。来てますね。ここに例えばパーニー DJ って言うとお水くださいになりますね。もしね、あの辛いもの食べて咳込んでめっちゃ辛いみたいな、そういう時に水いるんじゃないですか？大丈夫。はい、これ言うと、まあ、持ってきてくれますと。なのでね、家にいろんな単語をつけて、応用ができるフレーズだと思います。ではリピートアフターミーですよ。家 DJ。 いいね、かっこいい言い方してる。3つ目もね、まやさんのもう熱い思いが伝わってる。熱い思いがね、もし無言で見てたら悲しいな。そう、いや発音しないとやっぱ言語は上手くならないので、皆さんちゃんとね口に出して言ってみましょうね。はい、はい、ではもう一度家 DJ。 家 DJ ですね。じゃあロゴが、こんな感じで3つ。じゃあ復習しますよ。1つ目、これはいくらですか？は、いえ、きっとねえかへ。きっとねえかへ。はい。2つ目が、これは高いですは、ずやだめへんがへ。ずやだめへんかへ。はい。3つ目が、いえ DJ。いえ DJ。はい。覚えました？覚えました。はい。ではですね、テストがてら。おお。私がお店の人やるんで、買い物に来てやってみてください、ね。望むところですね。はい。では、行きましょう。はい。じゃろう。じゃ家聞いたないかね。家どうするパイへ。ズヤダメヘンガヘ。メヘンガ？ないね。ズヤダメヘンガないへ。バホテヒサッタヘ。家とバホテキムティチーズヘ。ドニアメシフエークヒヘ。の、ズヤダメヘンガヘ。じゃあ、キーケ。ソルパイ。キーケ。家 DJ。ガチャ。いかがでしたか？はい。ということで、スマヤさんに3つ。あのヒンディー語を教えてもらいました。いやどうでした、私のヒンディー語力は。いやいや、ちゃんとね3つ覚えていただいたので、はい、すごくいい生徒さんだと思います。ありがたい。明日もちゃんと覚えてくださいよ、はい、多分1時間後ぐらいに忘れちゃうと思うんで、ちゃんと復習もして覚えていいので使ってみてください。ティークティーク、この首の動きが決まってますね。ティーク、ティーク、はい、はい、ということでね、皆さんもぜひこの3フレーズ覚えて、はい、楽しくねお買い物するのに使っていただけたら嬉しいなと思います、はい、もし、皆さんの中でヒンディー語もっと勉強したいって思う人がいたら、ぜひ、私のね YouTube チャンネルでヒンディー語講座やっておりますので、見ていただきたいと思います、はい、概要欄にリンク貼ってます。はい、はい、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。よろしくね。バイバーイ。バイバイ。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったら、チャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォローよろしくお願いします。